18.5。 おー、増えたかな。ちょっと吹いたんですよね。2歳7ヶ月。はい、で、去年一回あれだね、ガタガタ震い出して熱が出たのかな、戻して熱が出てっていうことで、前のお父さんところに行ったらしてるんですけど、ちょっとさっと身体検査してみますね。今日は朝ごはん食べてないですか？はい、食べてないです、はい。まあ、じゃあ出せるよね、それこうね、そのうち。もうガリガリできました。ガリガリだったら、ね、うん、ごめんね、顔見して。あの、ここのブリーダーさんの子みんな細い。お母さんもすごい細い。6匹も産んで、まあ、長身は呼吸音も使用も正常範囲だと思います。肛門腺かこれ。あのね、ごめんなさい、ダメシアンね、よう絞らないんです。私身長の肛門腺らしいです。はい、お願いします。多分ね、この子よりも次に来る男の子はね、スリスリしてるんで、やばいと思いながら先生ごめん。食べてる。うわ、そっと。こっち向きにして。そっと。ごめん、先にちょっと。わあ、すごい出てくる。何これ。ちょっと待って。スリスリ絞ってないのに。うん、絞れないんですよ。絞れないんですよ。この子もそうだけど、さんと私が洗ってるんですけど、はい、絞れてない。はい、じゃないんだよね。3年すごいよね、よくスリスリしたのね。ものすごい力で抵抗されるからね。ごめんね、ちょっとこれはすごいわ。すっごい熱しちゃうんですよね、先生、ほかっとくとね。はい、そう、熱しちゃう、ね、だけど絞りにくいんだよね、割とこの。そう、絞りにくいんですよ。ついてるから奥の方だから、うん、ごめんなさい、指で差し上げました。あ、はい、すいません。でもこの子は強烈にすごいですね。全然やってもらってないもんね。よいしょ。目にもあるんで、目のケアぐらいはするんですけど。こっちのやつが出てました。やっぱり指突っ込むぐらいじゃないと難しいですか。うん、こっからだとちょっと出しにくいね、確かに、うん、出しに出せないんですよ。出せないうちに、力で振り切られちゃうんで一人だと無理なんですよ。よし、はい、じゃあちょっとリスタート。